ダイアリス・ローサ・サメストレ・アルバレスは、キューバのサンクティ・スピリトゥス州出身の柔道選手。階級は 48kg 級。2010年の世界選手権では3回戦で、フランスのフレデリク・ジョシュネと対戦し敗れた。2011年の世界選手権では3回戦で、日本の先見ハチルナの前に、有効で敗れた。2012年ドンドンオリンピックでは2回戦で、ルーマニアのアリナ・ズミトルに、 反則負けを喫した。続く、グランドスラム、東京では、決勝で先見の横四方型で敗れた。2013年は、ワールドマスターズと、ユニバーシアードで3位になるも、世界選手権では7位だったが、世界団体では3位に入った。2014年には、パンナム選手権で優勝するも、世界選手権では準決勝で、日本の近藤アミの合わせ技で敗れるなどして5位に、 とどまった。2015年は、パンアメリカン競技大会で優勝した。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、準々決勝で、前回のチャンピオンである地元ブラジルのサラ・メネゼスをも、破るが準決勝で、韓国のテイヒロシ系の合わせ技で破れると、3位、決定戦でも、カザフスタンのオトゴンチェチェグ・ガルバドラフの、裏投げで破れ、5位にとどまった。 アイフ世界ランキングは928ポイント獲得で19位となっている。ありがとうございます。